第16試合ライト級71キロ以下知念 VS 西谷戦に出場した西谷選手にインタビューしていきたいと思います。まずお疲れ様です。試合終わってすぐなんですが、今の感想をお願いします。ちょっとね、まあ、聞かせたシーンはあったんですけど、ちょっとまあ倒しきれなかったのはちょっとまあ課題かなとは。1分で倒すの難しいですね。その1分間でどう戦えば倒せるかなとかありますか。実力が拮抗した場合のみこう衝突って起きるんですけど、それがやっぱりんですけど、やっぱ最初から余裕すぎて、ちょっとあんま衝突っていうのが起きなかったんで、やっぱ難しいですよね、やっぱり。はい、ちょっとまた練習します。勝ったけど、ちょっと戦い方が、そうですね、求められてるものが大きいだけにね、やっぱりなかなか、まあ、プレッシャーがすごくありました、今回は。いや、相手の知念選手はどうでしたか、戦ってみて。いや、弱いですね。弱い、弱いですけど、まあ倒れなかったら頑張ったないですよね。そうですよね。はい、ということで今回 見事勝利した、西谷選手には仮想通貨喧嘩コインを10万円分贈呈いたします。ありがとうございます。はい、では最後にあの今後の目標などあれば皆さんに一言お願いします。はい、ちょっとあのまだブレーキマードが出たんですけど、6月に一応大事に帰ってるんで、まあ、今度怪我もないんで、まあ無事に終われたんで、しっかりまた練習して、まあ、一応ブレーキングアウトも、ね、代表としてなってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。試合の率直な感想、心境をお聞きしてもよろしいでしょうか。いや、強かったですね。やっぱりめっちゃ悔しいです。初めからすごく激しい戦いだと思って、はい、私たちもすごくドキドキワクワクの試合を見させていただきました。やはりライジン相手の選手は強かったと思いますが、判定まで持ち込めたのはすごいことだなと思いました。はい、いかがですか。いや、延長あるかなと思ったんですけど、まあ、負けちゃったんで、悔しいですね。今回自分の良かった点などありますか。まあ、2限度打ち合えたかなとは思うんですけど、まあ、そうですね、見た目からしたら僕の方が押されてたんかなと思って、ちょっとそれが悔しいです。次またブレイキングダウンリベンジしたいと思いますか。そうですね、皆さん座りたいんで、諦めないです。その時に戦いたい相手などいますか。テル、テルとやりたいですね。テルさんに向かって何かありますか。昔俺に何回も暴行攻撃されてるんやから、まあみんな見てるところで決着つけましょう。以上です。ありがとうございます。今回ライジャン相手の西谷大成選手に何か言いたいことはありますか。やっぱり僕も格闘技好きなんで、6月のライジャン頑張ってほしいですね。ありがとうございます。それでは最後の展望などお聞きしてもよろしいでしょうか。まあ練習っていうよりかは、まあ、今のスタンスで、まあ、自分は負けたすけど強いと思ってるんで、この感じで出場 し続けて、やっぱり自分自身と自分の店夢にするまで諦めません。応援しています。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。以上、知念翔太選手でした。ありがとうございました。